Spin me around and around. Turn me upside down. Spin me around and around. はい、どうもこんにちは。今日はですね、ベーカリーコーナーで見つけた新商品のパンを一つと、デリで見つけた、新商品のカツサンドを、2つ2点紹介します。それではどうぞ。はい、1つ目はですね、新商品のウォールナッツクランベリーブレッドになります。798円で購入しました。この前のピタブレッドとすごい近いところにあって、まあ、前回なかったので今回買うことができました。今から紹介していきますので楽しみにしてください。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、見てください。すごいですね。めっちゃうまそう。もう名前の通りですね、くるみとあとはクランベリーの、パンです。なんかね、触った感じは、すいません手で失礼します。もうすでに手で触ってますけど、結構皮は硬いですね。真ん中のこの辺はすごく柔らかいんですか。ちょっとね、手で触るとベタつくので、多分これ甘さが入ってるのかなと思いますね。少しベタつきますね。裏側も、まあ、こんな感じです。で、ここ少しテカってるんですけど、ここは多分砂糖かなんかかなと思いますね。でもなんかすごく大きいですね。めちゃくちゃうまそう。はい、じゃあ早速切っていきたいと思います。あ、結構硬いですね。しっかりと詰まってる感じがしますね。あ、でもすごい切りやすいかも。固まってるから、固まってるから硬いか。はい、こんな感じです。はい、こんな感じ。わ、すごい綺麗。めっちゃ綺麗。クランベリーだ。クランベリーとくるみがすごい綺麗ですね。これ見えるかな、色でしっかり。わ、ここすごい、やばい、めっちゃうまそう。こっち切った方ですね。わー、これとんでもない。めっちゃうまそう。この、見えますかね、断面。めっちゃうまそう。結構硬いですね。結構硬い感じ。ただ、中は結構柔らかい。少し、結構ってか、少し柔らかいですね。大きいんですけど、いっていただきます。ちょっと大きすぎました。ちっちゃいです。いただきまーす。まあ、これめっちゃうまい。クランベリーとくるみのバランスがめちゃくちゃ良くて、このパンの外側の硬い生地もすごいいいですね。美味しい。うん、焼いても美味しいと思う。あとはこの前紹介したクリームチーズとかを塗って食べたら最高に美味しいと思う。チーズとかでも合うかなとか思いますね。結構何でもいけると思いますね。はい、次はですね、カツサンドです。これは三元豚のカツサンドです。僕ね、実はね、三元豚の豚肉を購入したことがあって、ちょっとね、匂いがね、苦手だなって実は思っていたので、三元豚のデリを実は初めて買いました。僕ね、それと引き換えにこのカツサンドめっちゃ好きなんです。なのでちょっと三元豚なんですけど、カツサンドっていうところで僕買っちゃいました。これ美味しそう。金額が1980円になります。で、消費期限が、購入してから2日ですね。購入日入れて2日、まあ、加工日入れて2日なので、もう速攻で食べちゃうしかないかのものになります。まあ、冷凍もできるようなんですけど、ちょっとなんかあまり美味しくなさそうなので、まあ、できるだけ食べきる感じにしたいんですが、僕は一人暮らしなので一応冷凍にして保存していただきます。はい、じゃ早速開けていきます。僕ね、デリはね、ほとんど買わないので結構久しぶりに買いましたね、本当に。はい、見てください、こんな感じです。すごい、なんかこのソースの感じめちゃくちゃいいですよね。このね、最高に美味しそうで、ここにキャベツがついていて、カツサンドが6つ入ります。で、この6つってどのぐらいのかっていうと、これマジックペン、普通のね、はい、だからマジックペンとほぼ同じぐらいのサイズですよ。見える？マジックペンとね、全く同じぐらいのサイズなんですよ。1つがちょっとマジックペンの方が大きいかなっていうぐらいですけど、なんでまあこれよりちょっとちっちゃいぐらいで、めちゃくちゃでかいですよね。早速ちょっと、まず断面と、食べた感想もお伝えしようかなと思います。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。うわー、めっちゃくちゃでかい。この感じしっかりとソースが持ってる。で、こっち側にもちょキャベツがあるんですね。はい、で、多分おそらくですけど、キャベツもっと食べたいなっていう人のためにここに備え付けてられてるので、
もうちょっと乗せたいとかっていうためにあるんじゃないかなと勝手に想像してます。僕はちょっともうこのままいっちゃおうかなと思いますね。ちょっと断面だけ先に切らせてもらいます。あ、結構硬い。まあ断面切ることないと思うんで意外に硬いです。うわ、結構これ難しいぞ。温めた方がよかったのかな。まあ、断面ってこれか。あ、全く変わらないですね。そういえばこっちの断面とこっちの断面はあんま変わらなかったですね。食べやすくなったかも。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。じゃあ、あのコストコで購入してるこのマスタード、これでいっちゃいますね。ちょっとアメリカンな感じになっちゃいますけど、いやー、これでマスタード、あ、でもマスタードかける前にそのまま食べますね。いただきます。うん、あ、これめっちゃうまい。やばい、ちょっと僕が苦手なあの断言豚の香りは一切しない。おいしい。上から辛いマスタードもちょっと多めに。いただきます。うん、うお、あ、やばい、これ、うん、これ入れたらめっちゃうまい。あ、これやば、あ、これやばい、めっちゃうまい、ほんとに。いや、これ夕方に行くとないんですよ、大体。なんか結構早めに行った方がアルコール高いんじゃないかなって思います。これ確かにめっちゃうまい。いや、僕このマスタード、コストコで売ってるこのマスタード、まあ、このだけのために買うことしてはないんだと思いますけど、これかけてもめっちゃうまいですね、ほんとに。はい、いかがでしたでしょうか。今日ですね、あのパンコーナーで見つけたパンとカツサンド、紹介しましたけど、いかがでしたでしょうか。これからね、まだね、チョコレートたくさん買ってますし、果物もありますんで、今月でもちょっと紹介しきりたいと思ってるので、ぜひ、楽しみにしてください。もしですね、あの、よかったらですね、ぜひ、いいねボタン、グッドボタンですね。あとはですね、チャンネル登録、まだの方は、ぜひ、チャンネル登録、こちらまで、ではなくてこっちか。こちらまで、お願いします。はい、それではまた、楽しみにしてください。さあ。